搭乗を始めましょう。うむ、現在の状況を確認しよう。報告いたします。我らは変化なし。しかし、二度の武田の猛攻を退け、ダーティー信玄の弟さんを仲間に迎え入れることに成功したぞ。とても賢い人らしいので、今後の活躍に期待じゃな。ダーティー信玄も変化なし。じゃが、二度の敗北で大きく兵力を減らしておるな。長野さんあたりが攻めてくれれば、砥石城奪還も見えてくるのじゃが、現状では手が出せぬな。ダーク分身様も変化なし。勢力2位の座は島津に奪われているものの、この兵力は驚異的じゃな。勢力1位の北条とぶつかって、どうぞ。我が桂尾城下は発展しておるな。まだ伸びる余地はあるぞ。今後が楽しみじゃ。出るぞ。必ずや勝つ。己を信じて戦い抜きましょう。スピア村上、始めるよ。戸沢さん、グッドゲーム。ご命令くだされ。先月の収支です。報告いたします。むむ、ダーク軍神様が動きましたよ。柿崎さんは平井城の上杉さんを攻撃するんですか？ダーク軍神様、暗黒面に落ちすぎじゃないですかね？で、本体は？やったぜ。不可思城に向かっているようです。我らは修復に頑張りましょう。同時に三の丸建設を進めましょう。ほほう、一条さんなら2ヶ月以内に終わるんですね。さすが優秀ですな。おほう、長尾軍、守護へ。ご命令くだされ。先月の収支です。報告いたします。じゃ、桂尾城の修復をしましょう。鬼の陣所を再建しましょう。次さんと面談しましょう。先月は、きっと面談してたな。出るとするか。お、真田が出陣していったな。出陣するぞ。出陣するぞ。北条も動いておるな。え？犬以上？今川領を越えてくのか。飛騨の名族様、終了のお知らせ。てか、これじゃ長尾と武田の代理戦争じゃないか。するぞ。軍神様強すぎー。出陣します。ご命令くだされ。先月の収支です。報告いたします。山本勘助は不可思城に向かっているようですね。海津の陣所を再建しましょう。西女さんの陣所も再建しましょう。今月も面談じゃ。
今なら砥石城に援軍を送ってくる余裕はないじゃろうか。出陣じゃ。出陣するぞ。二番隊は一条さんにお任せしましょう。我が策、戦場を制す。出陣する。おお、小諸城の内藤も深志城に向かうようじゃな。我が策、お見せしましょう。ダーク軍神様、強すぎー。あっという間に深志城が落ちてしまったぞ。ということは、まずい、武田軍が砥石城に来るんじゃね。ああ、やっぱり。速攻で落とすぞ、回線じゃあ。行くぞ、我に続け。退却せよ。稲の者、続け。しまった、この攻め、見切れまい。ここが勝負どころよ。貴様らの動き、読めておるわ。かかれ。逃げたければ逃げなさい。我らが戦、とくとご覧あれ。皆、覚悟を決めよう。教えてやろう、我が戦を。城門を破壊しました。この攻め、見切れまい。引きにはよの。ようやく真田を倒したか。本丸に急ぐのじゃ。教えてやろう、我が戦を。城門を破壊しました。急げ急げ。げー、内藤来たー。このまま押し切るのよ。教えてやろう、我が戦を。見切れまい。これで決めます。貴様らの動き、読めておる。なんとか勝ったな。我らが負けるなどありえぬ。敵将、捕獲した。ボロボロになったわしは、このまま砥石城に入りましょう。ほほう、真田の次男坊か。命乞いするなら助けてやろうと思ったが、仕方あるまい。串刺しにして、砥石城の門前に晒してやろう。止まれ。ご命令よ。先月の終始です。報告いたす。急いで砥石城を修復するのじゃ。長野じいじ、大ピンチですね。今月も訪問じゃ。山本勘助、来るのかー。はわわわわわわ、ダーティー信玄も来てるー。
メグリン、助けに来て。出陣します。安藤さん、グッドゲーム。宇都宮さん、グッドゲーム。待機します。何としても守り抜くぞ。出陣者、出陣するぞ。出るとするか。加勢いたします。よし、回戦じゃあ。進め。かかれ。遊びは終わりだ。かかれ。教えてやろう、我が戦を。これで決めます。貴様らの動き読めておるわ。貴様らの動き読めておるわ。この戦、我らの勝ちだ。むむむ、底力が自動発動してしまったか。我が策、貴様に見切れるか。突っ切った。強化効果は須田さんに何とかしてもらいましょう。逃げるなら今のうちよ。これで決める。この攻め、見切れまい。不甲斐ない。正々堂々勝負しなさい。よし、前から後ろからズッコンバッコン、やったるでー。みんな、覚悟を決めよう。引くぞ。よっしゃー、なんとか倒したぞー。登場を始めましょう。先月の終始です。報告いたす。今月も修復じゃ。川中島城の兵を強化しましょう。じゃ、わしは一旦戻りましょう。お、ダーティー信玄は小諸城の守りについたのか。じゃ、一条さんも一旦帰ってもらいましょう。戻るぞ。浅井参加特継賞イベント。久政さん、嫌われすぎー。あ、二つぎパパン。表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたします。今月も修復じゃ。修理作業をしてもらうため、須田さんを呼び寄せましょう。須田さんの忠誠が黄色ですね。火砲をあげますんで、ご機嫌を直してくだされ。砥石城の城下はなぜか更地になっているので、まず水田を作りましょう。まったく、真田さんって内政センスがないですよね。ほほう、深市城で高坂長尾がぶつかっておるな。殺し合い。敵が我が領内に向かっております。ああ。
北条さん。光栄の北条って、関東以外に出陣しないんじゃ？プレイヤーいじめのためなら、そんなルールは投げ捨てるぜ。ぐぬぬぬぬぬぬ。ご命令くだされ。先月の収支です。報告いたします。陣所で迎え撃ちましょう。わしも出るぞ。出陣するぞ。須田さん、急いで直して。今月は武家町を作りましょう。止まるのです。河野さん、グッドゲーム。よし、回線じゃあ。進め。無念だが引くぞ。よし、楽勝だった。一旦帰りましょう。めぐみんも帰ってもらいましょう。騎乗します。桂尾城の軍を二つに分けて呼び寄せましょう。出陣するぞ。二番隊は八代さんにやってもらいましょう。出陣するぞ。ご命令くだされ。先月の収支です。報告いたします。修復を急ぐのじゃあ。最近、木材の方が足りなくなっているので、門前町狙いで八百万の奨励を始めましょう。出陣する。わしも出るぞ。出るぞ。必ずや勝つ。お助けいたします。回線じゃあ。進め。おお、夜襲成功じゃ。退却せよ。むむむ、もう混乱を収拾しおったか。これで決めるぞ。勝負しなさい。この攻め、見切れまい。行くぞ。我らの攻めに耐えられるか。この攻め、見切れまい。教えてやろう、我が戦を。引くぞ。レイレイワー。よし、楽勝だった。
もう一丁、片付けてやるか、カイセンジャー。進め。決まえねばな。よし、圧勝じゃ。一旦戻りましょう。戻るぞ。承知いたしました。武田の深市城奪還は失敗したようですね。かしこまりました。攻撃しようかとも思ったが、城で迎え撃ちましょう。出陣じゃ。出陣するぞ。回戦じゃ。進め。引きます。レイレイ。楽勝楽勝。じゃ、帰りましょ。戻るぞ。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。御用を受けたまわります。木材を買って。ありがとうございました。砥石城の城門を強化するもん。砥石城の修復をしましょう。八代さんは砥石城に駐留してもらいましょう。承知いたしました。関東管領様、長尾さんのせいでグッドゲーム。え、この説明おかしくないですか。ダーク軍神様、強引に関東管領職を奪ったようにしか見えませんよ。大友さん、グッドゲーム。いざ参ろう。出陣する。表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたします。砥石城に商人町を作りましょう。砥石城の修復をしましょう。桂尾城の商人町の一つを門前町に建て直しましょう。二つ木さんの面談に行きましょう。と、言ったところで、今宵はこれまでにいたしとうございます。我が領内に敵が迫っております。我が領内に敵が迫っております。続け。敵が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。次回、次世代のきら星、お楽しみに。